RWD-9 チャレンジ1934で主力折りたたみ競技中の RWD-9RWD-9 は1934年にポーランドの RWD で製造されたスポーツ機である RWD-9 は第3回ヨーロッパツーリング機選手権大会のチャレンジ1932の優勝機である RWD-6 の発展型であり 1934年8月、9月にワルシャワで開催されるチャレンジ1934に参加することを目的に特別に設計された。本機はワルシャワの DWL 工場で RWD チームのスタニスロー・リガルスキーとジェルジア11機により製造された。大会規定に応じてこの新型機は重量とエンジン出力を増し、 より高い短距離離着陸性能を持つ設計となっていた。265HP のメナスコ直列エンジン装着した最初の試作機は1933年10月に完成し、12月4日に初飛行を行った。1934年1月にチェコスロバキア製のバルターボーラ製型エンジンに換装し、 春には新しく製造された、ポーランド製星型エンジンのシコダ GR-762、再度換装された。1934年中に8機の RWD-9、4機のバルターボーラエンジン付け RWD-9W と4機の GR-760、エンジン付け RWD-9S が製造された。r w d s と比べると、 RWD-9W は性能が低かった。前輪式膠着装置の研究のために DWL は試作機の RWD-9 を 130HP のバルターメジャーエンジンと操作可能な前輪を装着、主車輪を後方へ移動、取り外した後部座席用ドアと窓部分を合板で成形した RWD-20 に改装した。 工作地のような未生地を含む様々な路面での離陸、着陸、タクシングといったさらなるテストが行われた。1938年に改装は完了し、さらに飛行テストとタクシーングテストを重ねて、前輪式降着装置の安定性と操縦性が確かめられた。RWD-20 が最終的にどうなったかは不明だが、第二次世界大戦を生き残ることはできなかった。 6機の RWD-9 が大会に参加したポーランドチームで使用され、残りの2機がチェコスロバキアチームからの注文であった。チェコスロバキアの OKAMC 機は練習中に墜落し、大会までに修理ができなかった。チャレンジ1934開会式、左からポーランドチーム、チェコスロバキアチームの3機、ドイツチーム。 イタリアチームはまだ到着していない1934年度、大会は1934年8月28日から9月16日まで開催され、ポーランドの RWD-9 は優勝と準優勝を獲得した。これらはドイツの低翼単葉機のメッサーシミット BF-108。ポーランドの RWD-9 は7位と15位にも入り、 チェコスロバキアの OKAMD 機は8位であった。大会後 RWD-9 は航空スポーツで使用されたが、1935年にそのうちの2機がスペインに3機目の SP ドレイがビラクブレイにあるフランスの実験研究施設に売却された。1936年7月16日に RWD-9 の SPDRC 機が低空飛行が原因で、 バルト海に墜落し、ポーランドのグストブ・オリックス・ドレスザー将軍を含む搭乗員は死亡した。残る2機の RWD-9 はポーランド航空クラブで使用された。スペインへ売却された機体はスペイン内戦で共和派により連絡機として使用された。四座のスポーツ機、ツーリング機である RWD-9 は混合構造の支柱付き高翼単用機であった。 金属フレームの胴体は、木製フレームに貼られたハフで覆われエンジン部は、アルミニウム製であった。日本桁の主翼は、木製の骨組みをハフと後半で覆われた後方、折りたたみ式であり、自動式、スラット、フラップを備えていた。密閉式キャビンには2列に配された4座の前席に、複式操縦装置を備え、左右に1体のドアがあった。プロペラは固定ピッチの木製2枚ブレード、 通常のおそり式の固定硬着装置を備え、主翼と胴体内の燃料タンク容量は 160L であった。離陸距離76.1メートル、着陸距離76.9メートル。ありがとうございます。